あ、ちょっと高い高い、あ、高い高い、高すぎる、あ、ちょっと高すぎる、高い、おはようございます。今日は何やりたいかって言いますと、これなんですよ、これやばい、これやばくない、この年賀じゃないですよ、これあのね、ミルクレープって言うんですよ、これミルクレープの、そういう塊が塊すごい入ってる、これ。ああ、ちょっと落ちちゃった、ちょっと待って、落ちたの、おー、いえ、落ちたところもさ、意外とさ、傷んでて美味しそうだからさ、なんかゴキブリみたいな、このなんかミルクレープがたくさんあるんで、今日はね、なんかすごい曇ってない、曇ってない、ここ大丈夫、これ今日はこのミルクレープを何個食べれるかっていうのをすごい挑戦したくて、ずっと食べたいなっていう気分がやっと今日現れたんで、ミルクレープにちなんで、なんかグアムのさ、パーカーも着て、ミルクレープって言ったらやっぱグアムでしょ、やっぱ。なんでミルクレープを10個をどれだけ食べれるか、帰れませんをしっかり綺麗にあの食べていきたいと思います。いただきまーす。あ、ちょっとここ置けないわ、置けねえ、置けねえ。ミルクレープ10個ってさ、すごくない？逆に、なんか逆に言うの意味がよくわかんないんだけど、なんか俺このさ、3,40 年のさ、人生においてさ、もうすぐ40だ、あのなんかさ、食べれない、食べたことないんだよね、あんまりミルクレープってやつ自体を。だからね、この層は何なんだろう、これ地層ってやつ、社会見学とかやったけどさ、それにそっくりなんだよね、これ。こういうさ、おにぎりってさ、なんかわかるかな、なんかあの剥がすのめっちゃ楽しいんだよね、これ。剥がすのめちゃめちゃ楽しくない？どこがさ、始まりかさ、終わりかわからない感じ、人生とすごい似てて、なんか深いなと思って。でこれもね、めっちゃ美味しいんですよ、このここら辺のこれ、これもすごく美味しくて、なんか、うん、あ、これこんな柔らかいんだ、これ超中学生の時のあの先生の、オーナー先生のお尻ぐらい柔らかい。これもサクサクサクと、サクサクサク、ちょっと触りたくない、これ気持ち悪い。ミルクレープの思い出すごいあって、なんか幼稚園ぐらいかな、なんか友達ん家でミルクレープをすごい出された時があって、すごいね、めっちゃまずかったんですよ、それ。こんなまずいケーキあるのかなと思って、でも、それだから食べてなかったんですよ、結構。なんかその思い出があったから、やっぱり自分で落ちやがったやつ、これ。落ちてても、落ちてるなりに美味しそうだから、僕的には大丈夫っすね、100点。で、これがむっくめか？むっくめじゃない。むっつめ？むっつめだ、むっつめ。こう見ると全然ないね、これ。超簡単でしょ。だってこれだってさ、薄皮のなんかソーセージみたいなやつがすごい巻かれてるだけだからさ、なんか、それ簡単なんじゃないかなと思って、今。で、八つ目。この際に俺言っちゃうんだけどさ、数字数えれないんですよ、俺なんか。1,2,3,4,5,6,7,8 ってやらないと。俺20日って言われてさ、8日なのかなと思ってさ、普通に8日にさ、言ったらさ、何もなくてさ、18日前ぐらいにはさ、もう予定過ぎてたっていうね。そういう思い出があるんで、ちょっと覚えたいんだけど、まあいいやと思って、なんか覚えてないっすね、もう最近。これが9つ目か。で、10と。ミルクレープってさ、なんかちょっとさ、あれだよね、なんか、海感あるない？ない？ちょっと、海感って、海感というかさ、なんか、海っぽいというか、ミルクレ、クレ、ん？ミル貝的な、ミル貝、あ、ミル貝って間違えてんのかな、俺って。わかんない。で、11個目っすね。あ、10個目か。10個目。こんな感じで。え、でもなんかすごくね、海苔の香りがする、ちょっと。じゃ、サムネだけと、間違えた。間違えた。あー、食った。食った。あ、これからだった。まあいいや、早速ね、めっちゃ楽しみ、これやばい。食べていくんですけど、どれから食べようかな、でも。まあどれから食べても一緒だと思うんだけど、どれから食べたら美味しいのかな、みたいな。一緒に決まってんだろ！ちょ、間違えた。一緒に決まってるじゃん、でも。サムネ用に撮った、この、ちょっと崩れてるやつから、あの、食べます。しっかり綺麗に、あの、いただきまーす。嘘。信じられない。めっちゃ欲しいじゃん。美味しい、やばい。俺の中での記憶っていうのはさ、もうさ、めっちゃまずいさ、ミルクレープしかなかったのね。女性、めっちゃ美味しい、これやばい。え、本当に美味しい、これ。すいません、股間書いてた今。じゃあ次にこれ、ミルクレープじゃないよ、これ普通に。おにぎりね、おにぎり。やば。あ、やば。充電が 1% しかない。大丈夫かな？
そういえばさ、ガチチューブって見てくれました？みんな。なんか動画配信のさ、なんかスターを育成するみたいな、そんな感じのやつだったんだけど、動画クリエイター？俺クリエイターなの？俺って。わかんない。アホじゃないの？ただの俺って。アホクリエイター。動画クリエイターをなんか本気でね、目指す人たちのなんか育成番組的なドキュメンタリーみたいなやつなんですよね、これ。で、それの初回の、共感が、俺。何も言わないで、分かってる。なんで俺なのって思ってるでしょ、みんな。正直ね、俺も思ってまーす。でもね、ほんとね、やるって言ったからには、ちゃんとしっかりね、ほんとに、挑戦してる方たちね、しっかり YouTube 見て、ほんとにチェックして、ちゃんと、やってたんすよ。うん。おいしい。このミルクレープさ、上茶色いなって、なんか最初、俺のイメージはさ、真っ白な純潔の本当になんていうの？清楚のなんかさ、お姫じゃないなんか、妖精みたいなミルクレープがさ、来るのかなと思ったらさ、実際届いてみたらさ、なんか茶色かったからさ、なんか裏切られたような気持ちにさせながらも、味はね、しっかりね、なんかすごい、なんだこれ。なんかわかんない。脇じゃない。毛がすごいついてる。ちょっと、俺の手に。すごく、なんか、ちょっと、すごくね、なんか、変な、俺なんかさ、そう、なんか、おにぎりも意外とミルクレープとおにぎりはなんか合うね。うん、なんかが合う。うん、持ちやすさとかがすごい合ってるかも。意外と共通点がある。この切ったね、崩れてるおにぎりから。ああ、うん。なんかさっきのね、やつの感想はね、なんか、リーゼントのさ、なんか、斎藤悟さんっていう人いるんだけどさ、その人がね、なんかね、リーゼントの、突っ張っててなんかさ、フランスパンみたいになってて、すごくね、絵的にすごい面白いのね、なんか。だって俺動画見ててさ、まあなんかチェックはするんだけど、フランスパンにしか見えないから、なんか、フランスパンなんじゃないかなと思って見すぎてたら。でもね、そんな人がね、すごくね、いろんなことやってたから、すごくね、面白かったですね。斎藤悟？フランスパンに似てる、すごい、本当に。おじさんなんだけど、フランスパンみたい。うん。きつい。結構きついな、これ。うん。ビンビンに冷えた、ビンビンに、ビンビンに冷えたからミルクレープが喉に詰まった。でも結構詰まりやすいかもしれない、これ。ケーキっていうのこれってクレープなの？どっち？わかん。じゃあミルクケーキは、すごくね、詰まっちゃう、喉に。あれ？ちょっと、可愛くなっちゃった。ごめん。あ、もうちょっと可愛いゲープ出ちゃった。間違えた、もう。あったかい。なんか知らん人が夜逃げしようぜって LINE が来たんだけど、何これ。まあ、いや、滑り台みたい、これちょっと。やっと半分食べた、これ。5個。チョコレートプラネットさん出てて、怖い顔選手権出て、できるんだね、俺。やっぱ。やってみようかな、今、本当に。シチュエーションは、なんか車の中で連れて行かれてるみたいな。甘い、すごい。甘いんだよね、なんか。辛さが欲しい。うん、やばい。やばい、これやばい。なんかね、混ぜると味的にはね、大学生みたいな味がする。ちょっと大学生っぽいというか、なんか大学生ってすごい甘ったるいじゃないですか、人生において。なんかね、この列からね、大体の列になってくるとやっぱりなんかエゴが強いから、やっぱだからね、ちょっとくどい。ガチチューブが見れるワンワンオンデマンドのさ、今ね、無料トライアルができるんですよ、今。やっぱりワーワーってさ、今までさ、テレビでしか見れなかったじゃん。でも、オンデマンドサービスが始まったので、オンデマンドサービス始まったことによって、なんか、スマホでもさ、タブレットでもさ、こうやって見れるようになったのがさ、今回のさ、嬉しいところなんですよ。プラスね、放送、ワーワーオンデマンドの、ネット同時配信、SVOD、見逃し配信などのサービスが料金に含まれるから、今まで以上に、お得感がすごいあるんですよ。怖い顔でちょっと読んでみて、アピールしてる、今、アピール。
際そのさアプリ使ってみて俺が感じたメリットをねしっかり正直話していいって言われたから、いっちゃういっちゃう、そのエロい意味じゃなくてコンテンツはすごい豊富ですよ。やっぱりなんか有名な人が出てたりとかドラマとかも、しかもなんかオリジナルのバラエティ系の番組とかも入ってるから、なんかねここでしか見れないみたいなそういうのもあるんで、そこはいいっすね。結構パーッと見た限りなんかすごいさジャンルが幅広いっすよ。なんか例えばなんかスポーツ、ドラマ、映画、音楽とか、なんか音楽のステージみたいな、他のさサービスってさそんな幅広くないじゃないですか。でもこれ幅広くあるからこんなの見たことないなって正直パッと見ね思いました。まあでもそれのね数々のやつを考えたらやっぱりでもね結構お得なのかもしれない。一番気になったのちょっと言いたいなと思って、なんかドキュメンタリーあるじゃん、動物のなんか海外のちょっとさドキュメンタリー的なやつあるじゃないですか、リラックスアニマルズっていうやつがあって、それがね正直一番面白かった。これは本当にデメリット言っちゃおうかな、これ言いたい、めちゃめちゃ言いたい。これ本当に最初さ無料って言ったけど、これ入った日から何ヶ月とかじゃなくて入った月からなんですよ。もし最終ら辺に入っちゃったらもうほんと数日みたいな無料期間が、アプリを開いて最初のなんかレイアウトというかなんかさそういうのすごい大事じゃん、見やすさとか分かりやすさっていうのがやっぱりなんか見づらいなっていう気はしましたね。ちょっとあとはなんかこの携帯で見るまでの手続きというかそれがすごくめんどくさくて何回か手こずったんで、そこら辺ちょっと改善してほしいなって思いました。それぐらいからでも、高校生ぐらいの時ケーキバイキングとかすごい行くタイプでさ、クラスでさ一番なんかめっちゃ一番怖そうな人と本当に言ってたんだけど、ケーキバイキング見てる LINE たまにくれるね、ありがとう。うん、苗字に鳥が入ってるからトリッピーって言うんだけど、その人と言ってたんだけど十何個とか食えてたんすよ。でも10個も食えない今、もう無理、もう食えない、本当に食えない、イコロじゃない、イカロ出ちゃう。まあさっき言ったワーワーオンデマンドサービスは僕のねそのガチチューブ見れるので無料トライアルやってるからさ、ちょっとぜひねあの試してみてください。詳細は概要欄をちょっと見てください。なんかやりながらだと結構食えるからさ、なんか気づいてなかったんだけど俺ね9個も9個じゃない8個も食べてた、9個か9個も食べてた